はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。今から、年の中耕をやります。で、何を目的としてるかというと、ちょっとね、年に近づいてみますね。年って、この地面から上に葉っぱ出てるんですが、主に食べる部分っていうのは、この地面から下に葉が入ってるね、茎の部分を食べますよね。で、白くなってる部分ですよね。で、この、緑色の部分は、あまり食べないということですよね。で、先週、このネギを収穫したんですが、この白い部分が非常に短い。なんでだろう。そうだよね。なんでかなと思ったら、結局ネギは、この植えてあるこの両脇からね、土を寄せて、太陽がね、当たらないようにして白い部分作るんですが、あまりね、うちの場合は、この土をこう寄せ、てなかったんで、あまり白くなってないっていうことが、判明しまして、これからね、畝上げの準備として、ちょっとこの両脇をね、こちら側とこちら側、両脇を、機械でね、ちょっと土を柔らかくして、それから、畝上げっていうことでやっていきたいと思います。で、使う機械はね、こちらにあるオートカルチという、小さい耕運機ですね。これでちょっと柔らかくして、その後、畝上げをしたいと思います。よいしょ。じゃ、今、エンジンをかけます。で、電源、メインスイッチをオン。で、これをスターターを引くと、エンジンかかりました。で、ここについてるのがね、ミッションです。で、今回は、ロータリーで攪拌してますので、定点。定点という位置で、作業をします。これで定点の位置に切り替わりましたので、これからちょっと作業に入ります。じゃあね、ちょっとね、途中、この辺、一番終わりの部分ですね、凍っていて、ちょっとロータリーが弾かれたんですが、一応終わりましたので、これから、トーグワを持ってきて、畝上げですね、土寄せをやっていきたいと思います。一旦ビデオ止めます。